一年、大地をも裂く。こうして二度目の川中島の戦いも決着がつけられることなく終わったのであった。別動隊の任を果たすことができず、深く落胆する雪村を励ましつつ、信玄は謙信との再戦を誓ったのであった。そんなある日、信玄のもとに届いたのは、小田原の北条氏政が同盟を破棄したという驚くべき知らせであった。申し訳ございませぬ、親方様。若者が、落ち込み暇があるなら精進せい。親方様、北条が同盟を破棄しました。小田原九州戦。
Yeah.
代々受け継ぎししろ。この北条氏もさ、誰にも私はせんぞ。Peace!